装置により開閉できる大きな後部ドアにより迅速な下車転送が可能です。下車した小銃小隊は展開した後、小銃および機関銃などの射撃準備を行います。徒歩部隊はあらゆる気象条件、移動困難な地形などにおいても柔軟な行動で敵を撃破し地域を占領することができます。はじめに丸ノ口式小銃的弾を射撃します。スクリーンをご覧ください。小銃的弾は主に近距離戦闘において敵歩兵を制圧するために使用します。それでは射撃をご覧ください。目標は赤の台手前にある敵歩兵に見立てた青い風船です。バロッキー、ロイデが前方の弾点にあったり、ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。ご覧ください。